これ拷問やばくないこれ。なあ。これどうやってんのこれ。引っ張ってんのこれ、ティンティンを。もうやめてや。痛そうやん。よかった、進んだ。また探索するのちょっと、きついからね。ちょっと、精神的に。うん。怖いやん。うわうわうわあああああああ、待って、ごめん、びっくりした。お前、そんなとこおるんかよ、普通に。勘弁してや。無理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 、まば。ほんで、探検ゲットして、みたいな。はぁ、新しい武器、スナイパーライフルやん。うわ。来た来た。もう、ここのね、あれよね、ロマンよね。スナイパーライフルっていうのはさ、やっぱり。あ、これ探検なんちゃう？伝説の。毒のある。ちゃうかな？ほら。この探検でドミトリスク倒すんじゃない？うわ！お前のせいで全てが台無し！やば！やあ皆さん、フジくんチャンネルへようこそ。フジくんです。さあ、バイオハザードパート、あれパートど忘れした、パート4かな、パート4やっていきたいと思います。で、確かね、前回メートレイスクの鍵かな、なんか手に入れて結構いろいろ行ける場所増えて、仮面もね、確か3つぐらい集めたんだっけ。ごめんなさいね、ちょっと1週間ぶりなんですけど。ほんで、確かね、どっかの歌劇場かなんか、どっか行ける場所増えたよね、確か。で、そこは次行こっかなーっていう話を確かしてた気がするんやけど、あれ見えへんな、マップ。あ、これ。どこやったかなー。あ、そう、十字キー上でや。うびっくりしたもん。うわーじゃないねん。びっくりするわ、お前。ショップのやつやろ、お前。おい。ちょ、お前喋るんか。サドカメ行ってるとき。怖っ。んで、どこやったっけ？あ、そうそう、このアトリエ歓喜の間？ソラリウム？ここ行ってないから、ここちょっと今日、行ってみましょう。よーし、行くよ。じゃあ2階やね。2階どうやって行くやったっけ？あ、メインホールからね。オッケー。早速やってこう。ほんでね、普通のなんか広間とか出たらね、敵っていうかあのね、お姉さんのボスがね、常に徘徊してる状態に確か、今なってた気がするから、ちょっとそれだけ注意やね。多分いるんちゃうかな、また。おらんかな？よし、じゃあメインホールから上行ってみようか。よーし。出てくるかな？いやー、怖いね。これで、2回切って、ほんで、ここ左やね。よーし、行ってみよう。おらんよな、ドミトレスクのお姉さん。出てこんといてや。お願いで。ここ、あ、ここや！よし、行ってみよう。お、あ、あれ？向こうから施錠されてる？ってこと、行けへんや。ってことは、あ、歌劇場のところから行くんやね。ごめんごめん、みんな。じゃあちょっと歌劇場まで行ってこようかな。中庭一回行かなあかんね。オッケーオッケー。よーし。じゃあそっちから行こうか。多分そっから行けると思う。これが行けへんかったらね、また、あ、じゃあ違ったからっていうことで、別の方法探していかんとあかんからね。ちょっと行けてほしいねんけど。よし、じゃあ中庭行こっか。やっぱ絵が綺麗やね。あー、最近のゲームすごいわ。あ、逆やったわ。すいません。こっちかなー。お、なんかガチャン言ったで。なんかおるんちゃん。ちょ、こっち、こんといてや。頼むから。で、こっから、中庭行って、左側やね。あれ、前、ボス、前、ボスじゃないわ。雑魚敵いっぱい殺した気がすんねんけど、復活すんのかな、このやつ。よし。OK、ハンドガンの弾。倒した気やったんやけど、生きてるね。一体だけかな。とりあえずこっち行こっか。うわ、男愛はもうほんま、いつも思うねんけど。ほんま怖いからやめてほしい、この音。もう収録してね、何十分かしてると慣れてるからいいねんけど、こう収録し始めるとき、マジでいつも怖いね。ほら、もうこの音とかさ、やめてよ。オッケー！これで、ドミトレスクの鍵、鉄が、あれ？使えへんな、ってことは。あ、ここのマップ手に入れただけか、俺。ってことはいけへんのかな？とりあえず、じゃあ仮面はめるか。仮面はめるだけはめる？このね、鉄隠しの鍵みたいなのは、確かあの、課金アイテムのためだけやったから、うん、だったら仮面はめるぐらいしかできることないかな、もしかしたら。よし。ちょっと仮面はめてこようか。もうまたこの敵おるとこ通るの嫌やわ、ほんまもう。フジくんチャンネル！
とりあえずじゃあ仮面をはめる場所どこやった？こっちか。オッケーオッケー。ほんなら仮面はめよっか。どっちやな、こっちかな。はい。あ、はまらない？ほんならこれ？あ、違う違う。はい。これかな？あ、違う、ここか。あれ、俺仮面まだ2個しか持ってない？もしかして。はい。どっか開いたね、今。あ、火がついただけ？わ、行ける場所増えてないか。何も変わってなそう？じゃあどこ行くんやろ？あっこ行くんか思ってた、俺。うわぁ、これどこ行くんやろね。あれ？鉄隠しの。あれ？鍵合うようになってるやん。あれ、鍵マークついてる。なんで？進んだからかな。いや、まあいいわ。行けるんならいい。じゃあさっきの鉄隠しの鍵使えへん言ったけど、やっぱ使えるっぽい。じゃあもう一回中庭行って、そっかそっか。まあなんかイベント進んだから見えるようになったんかな。まあちょっとよくわからんけど行ってみよう。よかった、進んだ。また探索するのちょっときついからね。ちょっとせ、精神的に。うん。怖いやん。うわ、うわ、あ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 、待って、ごめん、びっくりした。お前そんなとこおるんかよ、普通に。勘弁してや。無理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 、まば。マジで？うわ、出てきた。やばー。うわ、あいつもいろんなとこ歩いてるんか。ほんなら、ここ一周回ってメインホール戻るか。わ、来るな。オッケーオッケー。回ろう回ろう。回ってメインホール行きましょう。うわ、青鬼みたいやね。なんか、逃げ回ってさ。うわ、いやいや、何の音？何の席今の。こっちかな。ドミトリスク来る？どっちが来る？こっちが来るよな、多分。どっちが来る？あれ？来えへんぞ。お、来た。オッケーオッケー。じゃあ、あそこおるから、こっち側安全やから、こっちから、中庭行って、歌劇場行けばいいんかな。オッケーオッケー。よしよし、行こう行こう。うわ、マジびっくりした、今もう目の前をたとき。ほんま知らんかった。もうこれ BGM もいちいち怖いねん、お前もう。ほんま怖いからやめてほしい。マジで怖い。もう変な汗かいてきたもん。もうこの銅像もいちいちなんかボスかな、思うしさ。もう怖いわ。ほんま今ドキッてした。もうこれ。ほんま心臓に悪いよ。いちいちさ。もうほんま怖い。よいしょ。こっちかな。そっか。あいつ、いろんなとこ徘徊してんねんな。まいたかな？さすがに。さすがに来えへんやろ、ここは。よーし。ほんなら、ここかな。あれ、どこやったっけ？こっちかな？もうびっくりした、もう。ちょっと待ってな、みんな、ごめん。ちょっとな、俺な、怖すぎてさ、変な汗かくねん、バイオしてたら、ちょっと冷房つけます。よいしょ。よし、やっていこう。うわ、シャー言ってる、シャー言ってる、もう。こっち？オッケー、これかな。よしよし、じゃあ、ここでよかったんや。オッケー、オッケー。じゃあ、これちょっと使ってみましょう。さあ、新エリアですよ、これで。さあ、回って、いけた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 。なんもない。あああああ、もう！私に会いに来たのね。うるさいな、うるさいな。みんな私に夢中になる。いやあああああ、もう、もう。うるさいな、うるさい、うるさい、うるさい。これどうせこれやるんやろ。はい。ああ、ね、ごめんごめんごめん。ね、ああ、やめろ。やめろ。どうすんのこれ。どうすんのこれ、どこや、どこ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 、これじゃないの、これじゃないの、あれ、これで上行くんじゃない、絶対そうやん、絶対そうやって、こっちは行けへんやろ、だってうるさい、楽しみたくないね、いた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 、オッケーオッケーオッケー、意地悪なのね、よし、こっち来い、こっち来い、こっち来たらお前風にやられるやろ、なんでやねん、ないわよね、何が何が何が、本気よ、俺は本気でお前を倒そうとしてるよ、どこ行った、どこ行った、閉められた、閉められた、ちょっと閉められた、閉められた、なんでなんでなんで、あー閉められた、閉められた、ちょっと早く、あーやだやだ怖い、ほんま怖い、ほんま怖い、ほんま怖い、あー気がへんわ、
ワープすんなお前、ずるいぞ。ワープすんなお前。オッケーオッケー。食べないでください、食べないでください。ちょっと回復しよう。体力やばいわ。よしよし、こっち来い。夢よ。よーしよし。これは夢。よーし、いいぞいいぞ。待て待て待て。待てお前。私まだ。オッケー、倒したんちゃう？オッケーオッケーオッケー。よーし。じゃあな。あばよ。虫はうんざりだ。虫はうんざりだ。オッケー、倒したー。もうほんま怖い。やっと進めた。よし、ハイモラーなったぞ。どっちから来たっけ？あ、こっちから来たんか。じゃあこっちかな。なんか本とかもちょくちょく調べれるとこあったから、ちょ、また戻ってくるのとかほんま嫌やからさ、ちゃんと漁ってから、探索してからね、次に進みましょう。いや、よかった。これで、あの、手下のハエみたいなやつら全員倒せれたね。いや、よかった。よかった、もう、怖かった。ほんなら、あれ？なんか漁られる、なんかびっくりマークとか出てたけど、なさそうかな。よし、次行きましょう。お、ちょっとびっくりした。自分だけ解いて。ここ新エリアよね。そうよな。そうよな。で、ここ左で、鍵開けといた方がいいかもしれんけど、あの、ボス来たら嫌やから。何この、あ、鳴ってない？なんか鳴ってんな。これ何なんやろ。これ何？なんか、お前鳴ってない？え、何なんやろ。ラジオ？これ、さあ言ってるよな、あれ。お、これ何や？お、仮面や！よーし。あと1個やね。これ何なんやろな。気になんな。ちょっとこっちも行ってないからこっち行こうか。よいしょ。なんか、ガラガラガラって回ってるけど。あ！ボスやん。これは？この部屋で5つの鐘を鳴らせやって。5つの鐘を鳴らせか。鐘どこあるんやろね。ちょ、鐘探そっか、じゃあ。オッケー、弾もらって、鐘やって、鐘、5つの鐘。あれ？金ってなんか現実的な金じゃなくて、別のなんか金、あ、これ？はい。わ、現実の金や、これ多分。俺が見つけてないだけやな、これ。まだどっかあるんや、いっぱい。どこやろう。あ、あんなちっちゃいとこにもある。よーし、これ弾なかったらどうするんやろうな。まあ、弾今ゲットしたか。よいしょ。オッケー。うわー、これめんどくさいぞ。どこや。絵の中とかないよね。こことか。よくちっちゃいのもな、今の見た感じありそうやからさ。よし、探してこう。あ、あれや。よーし、当たれ。当たらなかった。もう一回。よーし。この上と、あ、ここにもあるんちゃう？これも金やろ、多分。よく見えるとこ行って。よし。次は、これ弾ないでしょ？どうするんやろね？お金もなかったりさ。あとはどこあるかな？金。これ積んだりしーひんよね？弾ってどっかで、なんか、ロードとかしたら無限回収できるんかな？弾なかったらできひんもんね、これ。あと金どこやろ？ 5 つやろ？今4つ鳴らしたっけ？こことか見えてたりす、あ、あるわ、金。うわ、これむずいぞ。はい！お、いった、うまい！いけた、いけた。何？何？何？どこ開いた？どこ開いた？隠し部屋や。よーし。行くよ。怖いわ。これ狭いとこが一番怖い。怖いわ。これなんかあったりせえへんかな？こういうところで収集アイテムが実はあったりしないですか？しないでーす。よし、行きます。いやー、怖いもん。行こう。上からガンやめてや。これどこ繋がってるんやろね。どこやろう。言ってんで。よし。なんかないかな。なんもなさそう。ほらほら。よーし。なんもないな。オッケーオッケー。これ拷問？やばくない？これ。なあ。これどうやってんの？これ。引っ張ってんの？これ、ティンティンを。もうやめてや。痛そうやん。
お、なんかある。宝の地図やって、収集系かな？あのね、藤くんね、怖すぎてそんなアイテム収集する余裕ないから早くクリアしたいっていう感じやから。なんとかの探検なるものが城にある。毒が塗られてる探検があるんか。ほうほうほう。悪魔や魔物を殺すために作ら、これストーリー関係あるかも。この探検をゲットして倒すみたいな感じかな。いやー怖いな。さっきの、さっきの宝の地図じゃ収集じゃなくてさ、いるんじゃない？それ取ってボス倒すみたいな感じかな、もしかして。うわ、そうなんじゃない？うわ、ほら、キッチン、ダグコーン、ダングコーン？トレジャー。へえ、これちょっと待って、取り行かなあかんやつかもね、もしかしたら。ほんで探検ゲットして、みたいな。新しい武器！スナイパーライフルやん！うわ！来た来た。もう男のね、あれよね、ロマンよね、スナイパーライフルっていうのはさ、やっぱり。お？アイテムスロットがいっぱいですやって。あ、1、2、3、4、5、6マスか。ショットガン上にさ、やればいいよね、これ多分。これショットガンを上にやるとかしたらいいんちゃうかな。で、弾をちょっと下避けて、ショットガンここをやって、こうやって、はい、整理整頓がうまいでーす。ということで、これをここや。よーし。これでいいんちゃう？いいね。これ、あれやね、十字キーにも割り当てたいね。ショートカット、左。あ、ショットガンは、ショットガン左にしようかな、やっぱり。右がいいと俺言ってたけど。ほんで、ショートカットこれを右にしようか。よっしゃ。これで。おー、いいね。ちょっとあんまりズームがあんまり遠くまで行きませんが、こんなもんか。よーし。行こうかな。スナイパーライフルどっかで使うんかな？ここで出てくるってことは。なんか使う場面とか新しく出てくるかもね。おるやん、おるやん。おるやん。怖いね、お前。あいつら狙撃するんか、わしは。うわー、これ走っていくか。抜けろ、抜けろ。全員倒したらキリがないやろ、こんなん。これは？こっち、あ、下から行ってこうやな。よし、こっちから行こう。行こう行こう。ちょっとあいつら怖いから。ムシムシ。あーあーもううわー、怖い怖い怖い。もうやめ、ほんまか、うるさい、もう怖い怖い怖い、うるさい、もうもう、あかんって、もう怖い、あーあああ、ほんま怖い、もうやばくないこれ。ああやばいやばいやばい、怖い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 、うるさいうるさい、もう怖い、うわー、もうやだ、ほんま、もうこっちこっちでいい？うわうわうわ、怖い怖い怖い。いけ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 、よし、ほんでほんでほんで、どっち行く？は？ここは？やばいこれ。やばいこれ。やばいこれ。オートエイム最強すぎん？オートエイム強いぞ。お前なんかハマってません？オッケーオッケー。あれ、なんか弱かったかも。終わる！もう怖ないぞ。もう怖ないぞ。まだ女なのか。結構女。あいつは引っかかってません？なんか。まあいいけどさ。よし。降りよ降りよ。怖い怖い、あいつら。よーし。進んだぞ。ほんで、次はどうすればいいんや？お、990円。次は、こっちかな？どっちやろ？ここは、あ、ショートカットできるようになったって感じかな。おー、とりあえずでもこっちよな、多分。こっちやと思うんやけど、あれでもさっきさ、こう言って、多分、こう言って、こう言ったね。多分、そうやんな。
ってことはもう一回上ちょっと行ってみようか。これショートカット作っただけやと思うわ。うん、これじゃあ上行きます。で多分上行ってなんかやるんじゃないかな。ちょっと焦ってたから迷子なってたかもね。いやあれな、焦るやろ、怖すぎるもん。まだおるやん。ほんでこっち行って、あ違うか、これ上上がったらさっきと同じ場所来たね。ってことは下かな。あ違うか。今俺どこ、今俺どこおんの。あ、じゃあこれなんかあるやん。あ、仮面や。よし、これで出られるはずだ。これさ、あいつと戦うんかな、逃げるんかな、倒せるんかな。あのドミトレスクやったっけ。やったー、もう俺な城ほんま怖かったね。早く外出たかった。よし行こう行こう、怖いからなこんなとこ。はい行きましょう。ちょっとアイテムだけなちゃんと収集して、ボス戦来るから。あいて、おショットガンいいね、ショットガン強いからね。よっしゃ、こっち行ってないよな、こっち行ってみよっか。いやここは歩いてきたとこか。でもな、ってことはこっちかな。ごめんなさいね、ちょ迷子なってますが。よーし、なんならこっちかな。よしこっち行って戻ってみましょう。よっしゃ、絶対これさ、あいつ出てくるやんな。あの逃がさないわよとか言って絶対出てくるよこんなん。あれこれ収集アイテムじゃない。よいしょ、ちょっと変えるルートこっちだってるのかわからないですが、まあ、とりあえずこっちが帰ってみましょう。こっちから帰っていいんかな。こっち行ってここ行ったかな。まあいいか、こっちからで。よしよし、帰ろ帰ろ。ここ長いんよねー。だからガー言うてない？大丈夫？後ろ向い、もう後ろからバーが一番怖いからさ、それだけはやめて。俺もそれだけは本当怖いからさ。これもう出てくるんかな、ドミトレスク。仮面はめる前に戦うことになるかな。うわー、ここ開けるか。なんかこれさー言うてるけどね。これなんなんやろな。ほんま気になるわ。これなんなんやろ、なんかあるんかな。まあいいや、俺ちょっとこういうのも分からへんから、これだけちょ打ってみる。あ、なんもないわ。いけます。よし、おらんかな。音おかしくない。あああ、ミトレスク家の高貴な秩序を全て根絶やしにしようというのか。じゃあそんな気ないって。待って、お前これいけれへんやん、これ危ない危ない危ない。よしよし、いけいけ。いやガードしたらこれ、あのあれ すごくない、あんなけんガードできんねんな、この主人公やばすぎやろ。これちゃんとガード使ってからあかんな、このゲームガード強すぎや、今気づいたわ。よし、これや、はめろはめろ。最後の仮面はここかな。あ、俺まだもう一個はめてないんか。よし、んでこれや、はい開け。よし、開いたぞ。いけるか？いけたか？よし、いけた。うわ、これアイテム収集せいってことやん、こんなん。ちゃんと拾っとけってことやろ、これ。ハーブとスラップね。オッケー、ありがとう。うわ。もう出れる？絶対かけてくるやろ、あんなやつ。絶対ボスおんで、これ。絶対ボスやん、こんなん。あれ？なんもないけど。あ、これ探検なんちゃう？伝説の。毒のある。ちゃうかな？ほら。この探検でドミトレスク倒すんじゃない？うわっ！お前のせいで全てが台無し！やば！あー！痛いって！うわっ！うわ、毒効いてる、毒効いてる。やばやば、え、毒効いてるやん。やっぱ化け物になってる。どうなってんの。うわ、バイオ恒例の超巨大ボスやん。
うわやっば跡形もないけどお前その肉も骨もその体全てぶさぼり食ってやるわ。うわこれはスナイパーいりますやん。うわ捕まれた。うわこれも無理やん。やばうわやばいやばい。うわやっと中身に見合う姿になったようだな。化け物行けへん行けへん。やばいこれ先行けへんよ。ここどこどこどこ待って動けへん動けへん。行けへん行けへん。左がスナイパーやったっけ。お、スナイパーの弾がある。ってことはやっぱスナイパーでやるんやろうな。ほらよし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 。どこ行った。待てよ、やっぱボタン配置ダメ。ボタン配置変えます。ごめんなさい。スナイパーを左はやっぱ右ショットガンに慣れてるわ。今自然と右撃ってもったから。よしこれで、スナイパーにしまして、はい、どこですか、ドミトレスコさん。うわーうわーお前ハンドガンの方がオートエイムあるからやりやすいぞこっちは。おら運のいい男で何がよ、何が運がいいね俺の。見たくないわそんなもん。うわどこ行った、どこ行ったねお前。あどこ行ったお前。何してんの何してんのお前。お前俺後ろやぞ、俺後ろやぞ。大丈夫かお前。おお俺後ろやぞ、俺後ろやぞ。おーおーおお、ああどこ行った。当たってる当たってる当たってる。いいよここでこうや。スナイパー当たりづら、オートエイムに慣れてしまってる俺。ほらよーしよしよし、これ早くるんちゃう。まずい、結構体力あんな。うわやべやべ、うわうわやばいやばい、ハエがハエがやばい、ハエがうっとしい、ハエがうっとしい。おいお前どこ行ったねん、どこ行った、お前逃げたんか。おい見つけ出すんやろ、かかってけや。うわうわうわうおおやばいやばいやばい、回り込め回り込め回り込め。うわ回り込まれてるー。あーやばいやばい、どこや。うわーうわー尻尾見っけたよ、回転的。うわー回り込んでる。うわーよーしよしよし、ショットガンが結局強いこのゲームはやっぱり。あれお、おらおらやってるやってる、いけるんちゃう。おらおら、あれ勝った。うるさいなお前、殺してやるよ俺がこのショットガンで。おらーまだかまだかよ、やばいやばい、調子乗った調子乗った調子乗った、待って待ってごめんごめんごめん、待って待って、どこ行った。おらおら弾がもうない、やばい血が足りない、血血血、やばいやばいやばい、うわイベント始まった、やばいやばいぞこれ。どうすんねこんな、やばいやばいやばい、やばやばい、よよ逃げれてるなお前も。よし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 、一回上まで上がろう。よしよしよし、どこ行った、どこ行った。なんかそれ言うと怖くなくなってくるぞお前、それ言っちゃうと自分でな。お前うわっいやーうるさいお前、おら全然拾わへんやん、いや狭すぎるここ、やばいやばい。おらおら、これ連続で打っても意味なさそうやな、カンカンかけな。よし、ひるんでるひるんでる。うわやばい、攻撃のモーションが急すぎて間違えた、なんか変なの使った、使わんでかったのに今やってもうた。おらおら、え倒したんちゃう、
まだ倒したんちゃう。うわ、何が、なんでお前らそんなローズ取ろうとしてんねん。勝った。呪ってやる。やばっ。勝ったんちゃん。やった、勝ちました。やば、勝った。よっしゃ、見たかお前、調子取んなよ。ドミトレスクの決勝ぞやって。こりゃ金になるぜみんな。よっしゃ、これ今どこ行きたん。ほんで俺、ここどこやねん。こっちか。なにこれ、これなんなん。取ってよかったんか。おお、出れたー。おー、城はほんま嫌やった。汚れたフラスクやって。キーアイテムこれ、お金になんの。あ、キーアイテムや。剣と花の家紋があしらわれたガラス製の容器やって。何が入ってるかは汚れてよく見えない。何が入ってるんやろな。へえ。わあ、お城終わったね。これもうゲームクリアにならへんよな。でもローズ見つけてないから。ってことはいろいろストーリー1、チャプター1みたいなのがお城編みたいな感じやったんかな。まだローズ見つけてない。俺ここでローズも使うんか思ってたけど、違ったね。いや、あ、壊れへん。あ、壊れた。よし。なんか弾薬合成って書いてあるから、ちょっと合成しとくか。ショットガンの弾。オッケーオッケー。よしよし。ハンドがなくなってきたね。よいしょ。うわー、これじゃあもしかして全員と戦うんかな、ボス。それはそれで嫌なんやけどな。もうローズ早く見つけて、早く、いや、お家に帰りましょうよ。なんかおる。なんかおる、ほんまにみんな。あ、あの変なおばあちゃんじゃない？深夜の月が黒き翼で舞い上がり、我らは自らを。深夜の月が黒き翼で舞い上がり、最後の明かりを待つのみ。おばあちゃん？生にも死にもマザーミランダに栄光を。おばあちゃん、覚えてるか？城じゃ危うく死にかけた。この村で一体何が起きてるんだ？死にかけたということは生きてるということ。うん、そうやな、そりゃそうや。忍者と交わす問答じゃ。とぼけるなよ、まだローズが見つからない。このおばあちゃんなんなんやろね。キーキャラやと思うんやけど。もう手遅れじゃ。そうなの。いや、正しくは手遅れになりかけている。あの、え、ローズ何されてんの。命に捧ぐために。なんでローズな。話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれない。4つの家紋。謎かけしてる場合じゃない。探してるのは娘だ。謎が解けた時、謎かけではなくなる。そりゃそうじゃ。解けてるんやから。もうそりゃそうじゃやわ。見覚えが。この剣のやつはさっき持ったもんな。 おばあちゃんどっか行った。え、鍵かけられたし、鍵かけられたし。ほんなこれさ、さっきの汚れたフラスクみたいやけど、ドミトレスクのやつはもうゲットできたからさ、いいんちゃう。あ、総欲の鍵やって。あ、これで最初の場所戻るんかな。最初の場所あかんとこあったもんな。これドミトレスクやったから、あとはこの3つでってことやんな、多分。この馬とか人魚とかってさ、最初のオープニングの魔女の話とかと関係するんかな。なんか若干俺も見覚えがなくもない。見覚えっていうのが絵本のことなんかなと思ったけど、なくもないぞ。よっしゃ、これで総欲の鍵は手に入れたな。わ、これがじゃあ、俺まだ全然進んでないんちゃう俺。もう、4分の1今やっと終わったってこと。もう俺、あと4回もじゃあ、あと3回か、あんぐらい怖い思いせなあかんやん、もう、怖いわ。お、ここどこに出るんやろ。
ここどこ？お、どこ？なんかいません？二人。こんにちは。足音がする。俺か。こんにちは。これは何ですか？あ、これなんか使うの？これ？この記号をどこかでやって。この記号なんてないよな。この記号は鍵ではなさそうやし。ほな、どこでこんな記号を見た俺。待って、全然覚えてない、これ。なんかあったんかな手がかり。わからへんわ。くぼみのある台座やって。これとかはなんかない？なんもないか。ほーん。何すればいいんやろ、とりあえず進むか。お、怖いわ、こいつら。急にグアやめてや。頼むから。もう、急にグアやめろ言うてんねん、お前。おりますやん、人。あっこにもおるし。無視していけれへんかな、突っ走って。来んなよ、お前。あ、来るな、これ来るな。よーし。うわ、外した、あかん。よしよし。あ、一発で死ぬ、こいつら。よーし、一発ならいいね、楽やわ。これ遠くからやっときたいな、あれ。よいしょ。こっちか？やっつけたかな、あいつ。やっつけたっぽいぞ。とりあえず先進みましょう。あれ？誰かおる。この普通の人がやられてる。なんや、ここ。あ、村か。村かな？なんやろ、ここ。こっちは？こっちなんなん？なんかおるかな？怖。よーし。なんかアイテムあんぞ。鍵？あ、これあれか、なんでも開く鍵いるんちゃう？キーピックみたいなさ、多分。絶対そうやで。こっち、あ、もうこのアイテムのためだけか。ちょ、いろいろさしてみる？多分使えへんと思うけど、キーピックやろ、これさすがに。な、うん、キーピックやと思うわ。オッケーオッケー。あら、さっき、あ、こっちはなんか、行ける場所あるけど、こっちは？あ、やべ、行ってもうた！行って大丈夫か、これ。どこだ、ここ。ここどこ？え、ここどこ？来たことないよな。あ！戻ってきたんちゃう？ほら、これだと一番最初とかやもんな。あ、しかも、鉄格子の鍵で行けるとこ増えてる。ああ、行けるとこ増えてるわ。ちょっとじゃあこの最初とこ、ちょっとだけ、漁ってみたいな。よし、じゃあ早速行こっか。戻ろうか、元の場所な。ここは、あ、何かイベント始まった。来ましたね、ここなら会えると思っていました。商売やん、したやん。ここならってお前、さっきのお城でもめっちゃあったやん。そうですか？でも何か手に入れられたのでは。あ、そうやね、なんか黄色い汚れたやつ。ああ、何かはわからないが。これ何やろ、何が入ってるんやろね。娘さんがその中にいるじゃないですか。は？何を言ってる。どういうことやね。よく見てごらん。ほんまに？ほんまに？これローズなんか鳴ってるってこと？あ、これを助けるってことかな、もしかして。頭ってこと？どういうこと？ローズの頭部？その瓶には頭部が入っているようですね。ほんまに？いや、そんな、なんで。ローズ様は、ちょっと黙っててくれ。俺今主人公の子に普通にビビったわ。こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。あ、やっぱ特別な力持ってるんや。何？何持ってんの、ローズ。一体誰がこんなこと。助ける方法ならあります。助ける？何言ってる。どういうことだ。聞いとけ聞いとけ、ちゃんと話。赤い煙突の家があります。赤い煙突の家。そこに男を訪ねなさい。西にいる男やね、煙突のところ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。そうやろ、早くそっち行った方がいいって。
そんな問い詰めてる場合この人に言ってもだって仕方ないんやからそこ行くしかないって。どうぞ好きに、すべてはお客様次第。そうでしょう。うわーほんまやー、もう嫌やわ。騙したらただじゃおかないからな。すったりか。やることないんやからな。まあ、ゆっくり見ていってください。信じるっていうかもうこれをやるしかないんやからな。やるしかないわ。ドミトリスク2万5000円になる。あ、キーピックこれあるやん。さっき使えばよかった。キーピック持ってたわ。ドミトリスク夫人、よーし。死してなお美しいこのくびれが。お前ドミトリスク言った時セリフ変わるんかよ。やばすぎ。強化できます。よーし。もう絶対ね攻撃力先に上げた方がいいと思うね俺は。よし、いいぞ。よし、上げてけ攻撃力。でもとりあえず攻撃力だけでいいかな。あと、いるものは特になさそうかな。回復薬間違えて使っちゃうからさ、あんま持ってきたくないよな。オッケー、よし。4万3000円余ってますよ、皆さん。素晴らしい。これかな。よしよし。こっちも行けるな。こっちは何やろ。あ、こっちも行った方が良さそう。鉄格子鍵あるから、こっちも行った方がいい。西側ってことは、左か。マップで見ると左やから、こっち先行った方が良さそうよね。こっち行こっかな。死翼の退治。へぇ。じゃあ、これじゃないってことかな。これはいけれないか。オッケーオッケー。じゃあ、こっち側から行くしかとりあえずなさそうかな。よいしょ。はい。はい。ほらほら。よいしょ。わあ、久しぶりに戻ってきたね、ここ。おー。ほんなら、ここから行ける場所言うたら、鉄格子の鍵使う、ここぐらいかな。ぐらいやと思うけど、ここじゃあ行ってみますか。鉄格子の鍵ってあるからな。うわあ、カラスが村人食うてる。あ、そっか、焼けた家、この辺やったっけ。そういえば、違ったっけ。こっちはもう行かなくていいよな。こっちかな。こっちから、鉄格子の鍵で行ける場所が増えてるから、こっちから行って、あ、え、なに？え、なに？こんなんなかったよな。なに？研究者？なんか、誰か別のやつ来てんのかな。クリスとかのさ、舞台とかのやつかな。お、セーバル。誰か来てるんや、ここ、間違いなく。味方なってくれればいいのにね。味方なってくれたら心強いのに。一人であなたと戦うのちょっと厳しいや、だって。よし、ここで鉄格子の鍵使って。よし、開いた。新しい場所行けるかな、これで。ここは？あ、なんか鶏のマークある。なんやろ。おう、鶏や。よいしょ。いや、鶏倒したらなんかあるんかな。鶏倒してみる？もったいないからナイフか。あ、無理やな。あ、いけた。あ、なんもないんか、鶏倒しても。あ、生肉やって。へぇー。あ、生肉は売れるってことね。向こう側から施錠されてる。あー、こっちからはいけないね。そうか、鳥はじゃあ監禁アイテムってことでいいんかな。あ、これも収集アイテムや。オッケーオッケーぐらい。もうやることじゃここないわ。え、じゃあどこ行くんやろな。ここセーブやろ。あ、西側集落って書いてある。こっち行けばいいかな。じゃあとりあえず赤い煙突の家が西側にあるんやろ。西側ってだって左やもんね。西って左よな。だったらこの辺やけど、この辺行けへんかったから、こっちから行くってことなんかな。ここ戻れるかな。まあ、とりあえず動くか。煙突の家、煙突の家。ふじくんチャンネル。ほんならどうやって行こっかな。西が、あ、ここや。わかったわかった。ここ行って、これをすぐ右側に行けばいいんちゃう。なんやお前。びっくりした。え、ここ、なんかある？だよな。ここかな。ここは？こことかどうよ。
これじゃあもう、あ、こっち側から行きたいけど、こっち側から行けへんから違うな。ここは、あ、ここは、うん、行けない、行けないよね。ってことは、こっち側から行くしかないけど、あー、難しいな。ここやろ、終わって。行けないもんね。どうやって行くんやろ。動物エリアあるな。動物エリアからかな。こっちちょっととりあえず行ってみるか。赤い煙突の家、悲鳴が聞こえたって。向こうの煙突の家言ってるから、いや、あるんかな。やっぱほんならやっぱ行きて、うわぁ、お腹痛くなってきた、もう。煙突の家。びっくりした。こことかは？ちょっと待って、怖すぎて黙ってまうわ、これ。向こうの煙突の家って、こっち向いてるのはルイーザの、あれやな、多分。そうやな。赤い煙突の家の男。赤い煙突見当たらへんねんけど、みんなもう見えてんの、もしかして。ここは？ここなんやろ。お、羊のヤギかな、頭がグロテスクなってる。こっちは？もうお前何でおんねん、こんなとこ。うっとうしいぞ。よーし、もう勘弁してほしいわ。ここおったりせえへんよな、お前。うわぁ、いやいや、もう死んでるだけやん、もう。見せんといてください、グロいの。で、赤い煙突の家。どこやろな。これは？何かで動かせそうだ。何かで動かせそうだ、言うてけど、じゃあその何かってなんやねん。何か探すか。いやいやな。ちょっと怖くなってきたから、ちょっと、なんか、元気なくなってきた。ごめん、みんな。どこや？何かで動かせそうだ。こっちかな？なんかある？ここ、こっち側から開けれたりしないかな？しないね。Do not enter やって。って言ってたら行きたくなるんよね。赤い煙突の家ではないか、ここは。よっ。よっしゃ。てか、ローズ助けれんの？このゲーム。俺さ、なんか前言ったかな？俺、ハッピーエンドのゲームが超好きやからさ、基本的になんか、誰も助からないとか、お父さんだけ、お母さんだけとか嫌やねんな。お母さんもあれか。娘だけとか。もうみんながやって、えっ？窓の外を見ろやって。何もいい日やん。あ？窓の外を見ろ。これヒントどっかあるんかな？あれ？ヒントどっかあるっぽいよね、でも。窓の外を見ろやって。あ、04。あ、こういうことか。ああああああ！お前！おらんかったやろ、さっき！おい！なんで来てんねん、お前、ショットガンで。お前、怖すぎ、マジで。070408かな。070804、07-08か。0708や。070804。これでどう？はい。いや、開くやろ、これで。いや、開かへんよ。なんで開かへんの？これでいいんちゃう？はい。これ、決定ってどうやるんやろな。
これで開くんちゃうの ?07-08-04 やろ。これで、あれ開かへんぞ。なんでや。07-07-04-08 や。070408やって。070408。これで開くかじゃあ。はい。なんやお前。え、ハンドガン？また？フルオートのハンドガンやって。やば。そっか。でも持てへんもんな、これ。どうしよう。まあ、ここ置いとくか。置いとこう、とりあえず。よし！これで先進める。これこれ。これよ。だったらここにアイテム捨てていきたい気もするよな。このフルオートじゃない方。これ捨てたらさ、ここにポーンと置かれるんかな。それとも、なんか、あれかな。捨てられないものがあります。アイテムす。1,2,3,4,5。あ、でも、頑張ればいけるか、これ。頑張ればいけそうじゃない？これ、移動させる。こうやって。あ、いけるやん。あ、普通にいけたわ。はい。いや、これで OK よ。束ないな、でも。よし。これは？おー、なるほど。とりあえず進むか。オッケー。じゃあこれでジョッキ手に入れたから。なんでお前らオンラインそんなに。お前ら全員倒すからな。おらよ、上がってこい。おら、おっしゃ、これで全員や。やっぱ武器いっぱいゲットしたからさ、雑魚敵倒せるようになってるね、簡単に。これはいいよ、強化もしてるしさ。いいよいいよ。あれ、ジョッキどこやったっけ、使う場所。こっちやったかな。ちょ、怖いな、部屋の中入るの。こっちから行こう。ここやったっけ。あ、なんかある。オッケー。あ、これこれこれやん。よし、これ使って、これでいけるよな、多分。お、動いた動いた。え？ほんで？しゃがんでいけるってこと？おお、そういうことか。なんやもう！これ上おるやん、絶対。いやいやわ。おらんのかい！なんで今ガタガタなったんや、お前じゃ。どこ？これ敵？あ、敵やわ。よし。始末しとこ。怖いから、後から。煙突の場所ないけどな。お前なんやねん、もう来んな。よーし。これスナイパーこんなポンポン使う方がいいかな。ショットガンみたいに置いとった方がいいかもな。でもハンドガンもないねんな、俺。赤い煙突の家。まだ見つかりませんけどね。どこでしょうか。こっちから、あ、これじゃない？これか。ここやろ。ほら。お邪魔します。お邪魔しまーす。ここで娘の、ああ！なんでやねんお前。びっくりしたわ。ああ、もういらへんよそんな。もういらんお前の肉は。よいしょ、バイバイ。急に襲ってくるの？ほんまやめてほしいわ。よいしょ。あれ？俺、ここか思ってたんやけど、違ったかな？なんもなかったな。あれ？ここじゃないんか。ここかと思ってたのにな。違うっぽい？もしかして。あ、一個行ってない場所あるか。ちょっと行ってない場所あるくない？だってこれ。こっち行って、ちょっと左向いたところの部屋みたいな。なんもないか。ここ側行けてなくない？ここ。うわ、怖っ。こんにちは。こんにちは。なんもないな。もうこんなとこちょっとあんまり降りたくないな、俺。こんにちは。キーピックか。ちょっと使うか。余ってるし。
スナイパーライフルの弾やって。ほんで、もうない？獣の肉はいいよ。赤い煙突の家ってここじゃなかったかな？あれ？赤い煙突の家の男を訪ねるほかなさそう。赤い煙突よな、これ。これじゃなかった？もしかして赤い煙突の家の男って。でもこれ以外もう行く場所はないんちゃうか？こっちかな？戻るんか？これ。どうするんやろな。西側集落やろ？ここ。ここしかないよな。赤い煙突の家がどこかマジでわからへん。これ東側集落。赤い煙突の家。ここは赤へん。私欲の退治の鍵なんて俺持ってないよな、多分。そうやな。どこやろな。どこでしょうか。その辺にさ、こういう煙突あるから、多分さっきのじゃあ違うっぽいな。なんかグワー言うてね。気のせい？あ、こっち行けるな。こっちっぽいぞ。あ、こっちっぽいな。お前なんでまたおんねん。集中しすぎたぜ。悪いな。よし、怖すぎ。もう怖かったら黙るし、なんかテンション下がるし、喋らんくなるのにほんま直したいわ。お前か、さっきからうるさかったのは。まだこいつ強っ。強いなこいつ。あ、やべ、外した。よっしゃ、これはいったやろ。ヘッショやぞ。よっしゃ、これは。うわ、こんなんさ、もう今後何体も出てきたら俺きついで、体力ありすぎやもん、あいつ。よいしょ。あ、ここっぽくない？でも赤い、あ、ここじゃないか。ここじゃなさそうやな。ここ収集系やな、多分。でもアイテムも持てへんからさ、あ、アタッシュケースそろそろ大きくしとくべきやったかもな。次ちょっと商人やったら、アタッシュケースでかくしてもらおっか。なんかおるし。うわぁ！あ、もう！うるさいお前！怖いね。バイバイ。マダリーナ人形やって。なんで人形やねん、もう。よし。ぐらいかな、人形。あの人形でも、使うんかな？うん、キーアイテムかこれ。あ、違う。なんやろ。あー、売るんか。なるほどね。オッケーオッケー。これは？家主が不在のため、家の鍵を預かっております。あ！ここでじゃあ、手に入れなあかんな。これ何の鍵がいいの？ここは。あ、ここは？よ、あ、この人が預かってるんかもしれへんな。じゃあ、この人に会ってからやな、多分。オッケーオッケー。そうよな、多分。そういうことやと思うから。ちょっとここは、鍵の名前出てけえへんかな、これ。出てけえへんっぽいな。オッケーオッケー。じゃあ、ここはもう終わったかな。やっぱ、収集アイテム系の場所やったな。ってことは、もう、俺どっちから来た？俺こっちから来たんか。あ、じゃあもう、ここしか行く場所ないか。ここかな。よし。ここが鉄格子の鍵使えそうやから、使って。んで、これとか壊せへん？壊せへんな。うわ、これなんかおるかな。はやっ！いません。よし。あ、井戸！これで井戸開けれるようになっちゃう、なった、なったんちゃん。噛みました。井戸のハンドルやって、だって井戸さ、ちょくちょく調べれたけど何もできひんこと結構あったもんな。これでなんかやるんかもしれへん。よし。あ、こっち渡れるやん。ほんで？何や、お前、コケコッコー言ってますけど。
ほんで、あ、もうこっちしか行けへんか。こっちかな、じゃあ。よいしょ。ここは？あ、ここ。あ、ここか。あ、ここ来た？コッコだけにね。ここー言うてね。うん。はい。これは？あ、なにこれ。あ、お金かな、多分。さすがに。ここ登ればいいんかな、さっきのところ。なんかでも、アイテムいっぱいありそうやな。わあ、でもやっぱ城の中より、まあ怖くないな、さすがに。城ほんま怖かったから、やっぱ外の太陽のあるところは安心するわ。よーし。ほんで、あ、赤い煙突！ここやん。めちゃめちゃ赤かったわ。ちょっと鍵だけ開けとこうか。ここがじゃあストーリーの場所だったよね。よし。行きます。え？向こう側から施錠されてる。入れへんやんじゃ。こっからとか入れへんよな。あ、上から入る。煙突から入るとかないよな。サンタさんじゃないんやからさ。え、どっから入るんやろ。この黄色い線怪しくない？あ、入れるやん。なんかある。よし。ミランダ様に羊を2匹。ミランダ様に獣じゃないよ。服かな。ほーん。薬がいると。やけに家畜どもが騒がしい。何見たん？ああ、はいはい。ボスたちやね、多分。あ、じゃあこいつも、出会ってるんや、多分。ローズとか見てるから、最近やね、この日記。あ、結晶され、あ、なんか結晶かなアイテムって繋がってるかもね。ローズとかも。その結晶を、あーじゃない。その結晶を、あーじゃないねん。あーってないやね、マジで。その結晶を、あーってないや。うん。はぁ、ローズ選ばれし子なんか。へぇー、元に戻るんや。いかなる姿になろうと、やがて持って、ほっとけばいいんちゃう結晶を一つずつみんな持ってるんか。ってことはやっぱ全部のボス倒さなあかんやん、もう。嫌やわ。なるほどな。あれ？こっちかな、じゃあ。こっちやな。あ、違う違う、こっちこっち。これこれ。開ける。あ、開けれへん。メモになるわ。あ、開いた。これ何？あ、鍵やん。あ、これ、わかったわかった。ちょっとごめんな。みんなに見やすいようにするけど、こうや。鍵を合体させて、鍵が進めば進むほど、先に進めるみたいなことか。まあ、わかりやすくていいね。ってことは、やっぱあの鍵はまだ未完成なんやろな、多分。オッケーオッケー。わかったわかった。え？あ、部品やん、鍵の！おう、これ、やゲットしようや。オッケー。やった！これ先進める。デュークのとこへ。これ先進めるやん。そうや、でも人おらへんかったね。男の人に会えって言われたけど。人おらへんかった。いや、ハンドガンの弾さすがに欲しいよな。でも捨てれへんしな。まあ、いっか、仕方ないな。よし。ハンドガンの弾結構手に入れれたな。40発あれば十分じゃ十分やろ。男の人におるんか思ったけど、いいひんかったね。どっかから急に、おいとかやめてや。そういう怖いのは。ビビるから。よし！ってことは、今これで鍵が、何の鍵になった？今、名前。使用区の鍵やって。ってことは、使用区の鍵に行けるようになりましたと。ってことは、どこや？ここが開くようになったってことは、ここ行けるようになったってことやな。他には使う場所なかったかな？使用区の鍵。なかったかな？こうやって見たら見えへんもんな。うん、ないな。ここはまだ行けれへんやな。とりあえず、じゃあ、あ、こっちに戻ろ。でいいんかな。よし。いや、進んだ進んだ。いいね。今日順調に進んでません？皆さん。いいっすね。よし。おーい。なんか、鍵があった、鍵が。何かわかりましたか？
羽を見せた。なんか目も見たけどな。お金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなります。まあそうやな。瓶はどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各機もうあんな怖い思いあと3回せえってことや。もう嫌やわ。いやマジか。この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには4人の貴族が仕えている、うんうん、そうやね、そうやね。一人はあなたが倒したドミトレスク夫人、うん、あ、これストーリー分かりやすくしてくれててありがたい、助かるわ。ちょっと見ましょうか。二人は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ、なるほどな、人形使いなんや。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。そんなみんなそう言うやろ、大体そんなもんや。そして3人目は、うわ、キモ。風車を抜けた先の湖に住む怪人モロ。なんかパパって終わりそうやな。その湖には他にも恐ろしい怪物が住むといいます。とりあえずボス、あ、結構広いな。でもボスをどん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 倒していくみたいな。危険なのがハイゼンベルク卿。これはやばいと思う。工場に潜んでいます。だって魔法使えるやん。だって彼の工場には想像を絶する恐怖が。これで目的わかりやすくなった。なるほどね。おお、マップがめっちゃ広がった。ありがて。この宝なんや。この宝めっちゃ気になるけど。まあまあ、めっちゃ進んだ、めっちゃ進んだ。あ、キリがいいぞ、これ。これちょっとセーブして、娘さんを助けたければ、パート4ここまでにしよう。まずは4つの瓶を集めることです。うん。今回だけは特別に、それぞれの場所に記しておきます。いや、これいいな。うわ、めっちゃ楽しみ増えた。品が眠っています。どれもきっとあなたのお役に立つはずです。何が入ってるんやろ。なぜここまで。いや、あくまで顧客さん。この人すごいよな。めっちゃ情報持ってるし。今後ともどうぞごひいき。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ちょっとね、バッグで隠したかったんですよ。あ、そうだ、あなた、いい食材が見つかればぜひお持ちください。食材あったよ。そうよ。あ、料理作れるんやね。へえ、すご。ちょっとでもいいや。ちょ、とりあえず売るわ。結晶の塊と、うんうん、いいねいいね。人形まだ売らん方が良さそう。組み合わせ可能なやつは売らんとこかな。じゃあでは買い取りましょう。カバンを大きくさせてください。はい。あ、まだ大きくなる。もう一回やるか。 OK。 ほんで武器カスタマイズ。ハンドガンをちょっと強くしとくか。 OK。 ちょっと贅沢にやっちゃったね。贅沢にやったぞ。生きている証。確かに大きく、どんだけでかくなった。あ、めっちゃでかくなってない。めっちゃでかくなったよ。しましょう。オッケー。え、じゃあ次行く場所が、だけ決めとこうか。次行くものは、え、ここめっちゃ行きたいけどな。次どっから行けばいいんやろね。結局行けんくない？鍵増えたから開ける場所、開ける場所。ルイザの遺品。あ、ルイザの遺品とかあるんや。取りに行きたいね。余裕があるときに。うわ、どこ行けばいいんやろ。へえ、ドミトレスク城にもなんか隠しアイテムあるし、夫人倒しましたよと。へえ、どっから行けばいいんやろな、これ。ああ、でもあれ、もう一人のボスおらんくないか、これだったら。こっちかな。まあ、次はじゃあそこから始めよっか。とりあえずどっかのボスをめがけていくんやと思うんやけど、そのボスをとりあえずどん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 倒していくみたいな。あ、下側いけるかもな、これ。ああ、死翼の鍵やから、死翼の鍵手に入れたから、これ下いけるから、多分、ここを使って、死翼の退治の鍵使って、そこから進んでいって、南どんどん進んで、おそらく怪人モローかなのとこ行くと思いますので。はい。皆さん、最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。ということで、よかったらですね、コメントやチャンネル登録、高評価、よかったらつけていってください。他にもですね、最近ですね、インスタ、ツイッター、TikTok、僕専用のアカウント作ってみたので、概要欄とか、最後のエンディングのところに載せてるんで、よかったら見てみてください。はい、本当に皆さん最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。じゃあね、他の動画を見てね。